ただきありがとうございます。今日はまたショートショートソフト僕が噛んでどうするんだっていう誰も突っ込む人がいないんで噛み損ですけど、あのショートショート即興賞ということで、今日は第3弾、無事に迎えることができました。これまで2回、やってきて、で毎回この、ショートショート即興賞はあのお笑い芸人さんの方にゲストにお越しいただいて、即興で小説を作っていくということなんですけど、これまで第1回目はカナリアさん、それから前回はトップリードさんが来てくださって、で、今回はということで、楽しみなんですけれども、皆さんってショートショートは今日来てくださっている方はご存知ですか？ショートショート、あ、ちょっと名付けてくださってますけど、あ、そうですね、最近じわじわ盛り上がってきてるんですけど、昔一回星一さんという方ですごく盛り上がったジャンルで、今改めてこう、いろんな取り組みをして盛り上げようとしている中で、今日のライブはそんな一環、ですので、多分他では味わえない、感覚を味わっていただけるのかなと思うので、ぜひ楽しみに、していてください。じゃあ、ゲストをお呼びしたいと思います。この方です。どうぞ。おじもさんです。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。はい。今日は、小説を作るっていうことなんですけど。はい、そうなんですよね。どうでしょう。普段、小説を書かれるってことはないんですか？小説は書いたことないんですけど、僕、こう見えても、占い師の言うこと結構聞くタイプなんですよ。でですね、3年4年ぐらい前ですかね、とある占い師にあなた35から小説書くよって言われてたんで、今34なんですけど、だからこれをきっかけにひょっとしたら書くかもしれない、書いちゃうかもしれない。いいですね、すごい。書くわけないやん。いや、でも言われたんですよ。書くわけないもん。ショートショートか分かりませんけども、書くってあなたは小説35から書く、35から書くやん。その時言われたら35から書くんやって、でもその35からいきなり書かれへんから34ぐらいから準備しとこかなみたいな感じで NOW NOW です。頑張りましょう。大丈夫ですか？大丈夫です。この講座はですね、ライブもそうなんですけど、本当に普段は小学生の方子とかも書いてて、下は本当に7歳とか8歳の子から書いてまして、上はもう本当90、80何歳とかの90歳ぐらいの方も書いてるんで。なるほど、なるほど。なんか聞いた話ですけど、これ3回目じゃないですか、芸人さん呼んでやるのが。で、1回目がカナリアさん呼んで、で、前回がトップリード呼んで、両方ともめっちゃ盛り上がった言うて、おかげさまで。それをね、聞いた時に本当プレッシャーしかないですよ。3回目どうなることやら。プレッシャーしかないですよ。いやー、じゃあね、早速やりますか。そうですね、じゃあやりましょう。さあ、怖い、なんか何、まだお二人は本当に何するかほぼ分かってないですもんね。もうマジで分かんないですよ。変なこと言ってごめんなさいね。あ、全然大丈夫です。すみません。じゃあ改めて、簡単に、今日初めての、今日はあれですね、フレッシュでもやってもらってるんですけど、初めて、ご覧になる方もいらっしゃると思うんで、簡単に、ご説明をしたいと思います。そうです。自己紹介的にちょっと、いつもと同じなんですけど、田丸正智で、ショートショートという、ジャンル、短くて不思議な小説を専門に書いていて、もともと理系の道を選んできてたんですけど、今はショートショートを書いてるっていう、ちょっと変わった経歴かなっていうところですかね。で、ホームページあるんで、もしよろしければ、興味持った方は、皆さんぜひ、見てください。で、お二人もちょっと簡単に改めて、紹介的なやつをお願いしますか。我々、オジンオズモンというお笑い芸人でして、僕は、高松と言います。はい、よろしくお願いします。どうも、はじめまして。ショートショート大好き、聖徳太子と申します。名前を言えたいみたいな。その聖徳太子になるやん。私今回田丸さんとその、ライブ一緒に出させていただくということで読ませてもらいました。本当ありがとうございます。もう海色の瓶、海色の瓶を、はい、面白かったです。ありがとうございます。これでも本当にあれですよね、本
苦手やっていう人が絶対に読める本ですよね。あ、そうですね。ね、そういう人にこそ読んでほしいなと思っていて、もちろん読書好きな方はもちろんなんですけど、はい、普段読まない人にも読んでほしいなと思っていろんなこう活動してるんです。うん、で、まあ、そのショートっていうものが、まあ、どんなものかっていうと、まあ、簡単に言うと短くて不思議な物語なんですが、まあ、いつもご紹介してるサンプル作品、まあ、今日あと今日こういうの作りますっていうことで用意してるんですが、はい、ちょっとそれを朗読したいと思います。タイトルはですね、発電生物というもので、電気ウナギの原理を発展させて自分で発電できる電気タコが開発された。よく電源コードがたくさん差し込まれていることをタコ足配線と呼ぶが、この電気タコの場合は本当にタコの足を使った配線で8本足から電気が取れる。ただし一度にたくさんの電気を使うと熱くなり腕タコになってしまう。まあこういうふうな薬、まあお家に食べれるって話ですね、これね。そういうことですね。そうですね。はいはい、まあ、想像にも任せつつなんですけど、はい、まあ、でもこれくらい短くて、まあ、本当に行数にしたら6行ぐらいですかね。はい、で、あの、かつ不思議ですよね。ありえませんよね、はいはいはい、で、こういう短くて不思議なショートショートを、うん、今日この場で、はい、このお二人と僕で作っていきたいと思います。はい、ありました。はい、で、それにあたって、あの、事前のワークということで、お二人と一緒にやっていきたいことがあるんですけど、はい、それは何かと言いますと、はい、ちょっと今こういうものが出てます。これ何かというと、これは普段 の、 あの一般の方に書いていただく講座で使っているワークシートです。で、この今赤の点線の中のところをお二人に、最初この何の事前情報もない中で、埋めていっていただこうと思うんです、この後、はい、何をするかというとですね、まずはこっち側見てください、はい、ここに名詞を探して書いてみようというふうにあるんですが、はい、名詞、例えば、まあ、例としてはガラスとか粘土とか太陽とか書いてますけど、お二人が何か思いついた名詞を例えば順番にこう出していっていただくっていうのが、で、まあ、大体10個ぐらいですかね、出していただいてっていうのが1つ目です。でもう一個事前にやっていただきたいのが、その中から一つだけ、あの、何でもいいんで選んでですね、そこから思いつく言葉っていうのを、こっちの左側に書いていきたいと思います。例で言いますと、例えばガラスとか、まあ、粘土とか太陽とかあるので、じゃあ太陽であろうと一つ選んだとすると、はい、太陽から思いつくことを何でもいいので書いてみると。で、例えば、まあ、自然に使えるとか、マグマみたい、皆既日食、ポカポカする夕焼けみたいに、はい、これ右側は名詞なんですけど、はい、この左側はあの全然名詞以外の動詞でも形容詞でも何でも構いません、はい、少々長くても逆に短くても構わないので、それを、またお二人にいただくと、ここまでを、はい、事前に、やってみようと思います、はい、はい、あの、何に使うかまた後であの種明かしをしますので、はい、この段階ではなんかわからないことやらされてるなぐらいで、そうですね、はい、まあ、よくわかんないと思うんですが、もう名詞を言うべきですね、はい、可能性使えの第一歩ですね、そうですね、入門編、はい、劇場を上げましょう、はい、来年から小説家なんで、じゃあどうしましょう、じゃあお二人、どちらから、じゃあ渋谷君、私の皆さんから、はい、じゃあ電気ウナギ、いやダメなんだもうできたよもうあるしそれ、いや電気ウナギ、そうですね、鍋ですか、はい、わかりました、じゃあ何しようかな、うん、あ、じゃあ嫁にします、嫁、はい、嫁っていうのは、妻ですね、これはどういう、なんかあるんですか、これはですね、うちの嫁がですね、いわゆる鬼嫁なんですけども、で、なんでさっき僕が電気ウナギ言ったかっていうと、1年前ぐらいですかね、品川の水族館行ったんですよ、で品川の水族館行きまして、でそこに電気ウナギが飼われてるんですけど、電気ウナギの水槽の上に今電気ウナギが何ボルト発電してますっていうのが出るようになってるんですよ、で僕がこうちょっと近づいたりすると、最初6ボルトぐらいなのがこうちょっとちょっかい出したりすると12ボルトみたいな、ああ発電してるみたいな感じで、で嫁がトイレ行ってくるって言って、でそこでこうやって遊んでたんです、電球投げで、ほんならなんかね、嫁がね僕にキレて怒って帰ってきたんですよ、なんかその、 あの息子のおむつを僕が入れるの忘れたとかなんかで入ってないじゃないのって言って怒って近づいてきたら、電気ウナギが500ボルトビーンって叩き出したみたいな、あ、もう電気ウナギも嫁の怖さ分かるんやみたいな、そんなんあったんですよ、だから電気ウナギって言ってました、なるほど、はい、なるほど、もう
なんか一択できそうな感じのエピソードですけどね。怖いです、とにかく怖いんですよ。なるほど。いや、なんかすごい嫁っていう言葉にもいろんな背景がありますね。そうですね。いや、家に締め出されたこと何回かも、ね、数えきれんほど締め出された。何やらかしちゃったんですか。まあね、結局遅く帰るとかお酒飲みすぎとかじゃないんですよ。言ってることと違うと怒られるんです。だ9時に帰るって言ってて9時半に帰ると言ってることちゃうやんけで締め出される、うん、でも最初から2時に帰るって言ってたら OK なんですよ。ははは、言ってること違うと締め出されちゃうんですね。でこれ締め出された時はですね、このね U 字のロックがかかってるんですけども、まあ、私締め出されすぎてこの U 字のロックを解けるぐらいまでになりましたね。U 字のロック解けるんですよ。怖いですね。はい、解けるようになりました。いや、それ怖いですけどね。はい、いや、もう嫁ですかね、最初は。嫁、はい、じゃあ次のことは言ってみましょうか。はい、はい、これ多分皆さんちょっとなかなか気づかないと思うんですけども、薄毛。薄毛、はい、これはちょっと突っ込みづらいというかあれですけど、はいはい、こういうその心、そうなんですよ。なんかこういう暗がりのオレンジっぽい照明大嫌いなんですよね、まずね。目立つから薄毛が。え、これ目立つんですよ。これもう僕のもう分かってるんですけど、これ良くないんですよね。だからもうその33過ぎぐらいからちょっとこう薄毛になっていきまして、え、それまではそれまでもボーボーやったんですけど、何ですか、急になんか気づいたとき、急になんか、まあまあそうですね、急にドンと言ったんですけど、はい、まあ、これもよく言ってるんですけど、あのテレビであのワイプってあるじゃないですか、なんかロケの VTR とか見てる、はい、こういう小窓みたいな、あれがですね、普通の人はこれぐらいの範囲なんですけど、うん、僕の場合だけその小窓のあれがカメラさん寄ってここぐらいまで行くんですね。だからもうあの全員が俺の薄毛を気にしてるっていう状況になっているという。で逆に気使うっていう。なんかそれをいじられたりとかっていうのは、こいつですよ、いじってくるの。こいつのいじり方本当に立ち悪いんですよ。見てわかりませんか、渡辺徹さんと同じ部屋いや、歯じゃないんだよ。いや、篠宮があのその言うだろう、大阪時代からお世話になってるスタッフさんとかに僕がハゲたことを嬉しそうに喋るんですよ、一回一回。高松ハゲたんすよとかって言ってるんですけど、その言ってる相手が俺よりハゲてるんですよ。いや、だから気使う。いや、気まずいですね。これはそうですね、やっぱ薄毛にはちょっと。なるほど、はい、じゃあありがとうございました。次行きましょうか、はい、また篠宮さんいただけますか。わかりました。次は、記憶の記憶、記憶、まあ、いいですね。記憶にしましょうかね。記憶、まあ脳もじゃあせっかくなんで、じゃあこれ関連してるってことですかね。これ僕、はい、その脳の頭の回転がすごい悪いんですよ。そうです。はい。で最近困ってるのが、ヤフーで検索しようと思って開くじゃないですか、うん、ヤフーニュース見るじゃないですか、うん、あ、こんなことあったんだ、ヤフーニュース見てる間に何検索しようか忘れちゃうんですよ。これようあると思うんですけど、これはちょっともうちょっとひどなってきたなと思って、ちょっとその記憶力高めることしないと、これどん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 頭悪くなっていっちゃうなって思って調べてみたら、1日あった出来事を寝る前に全部口に出して言うんですって。朝から今日の朝はこれこれした、何時何分これした、うん、何々言われた、どこどこ行って何々見たっていうのを口に出して言うと、うん、なんか頭に残りやすいらしくて、でその記憶がね、その忘れないようにするっていう蓄積が脳のその老化を防いだりとか、うん、はい、でそれが、頭の回転とかにもつながっていくみたいな、記憶力も良くなるっていう話で、これはええこと聞いたなと思って、うん、でやってみたんですよね、この間、はい、夜寝る前2時ぐらいに、うん、もう嫁も寝てて子供も寝てて、俺も寝ようかな、あでもそれ言われたやつやってみようってリビングのソファーでこうやってゆったりになって、さあさあさあこうやってやっていろいろあって、あなるほどなるほど、あ結構思い出せるな、こうやって当日のことやったら結構思い出せるな、ブツ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 言ってたら、また嫁が現れまして、夜中にブツブツ言って、記憶が全部怒られた記憶になっちゃう。いやでも本当にここ最近本当こいつやべえなと思ったのが、学園祭のミスコンの MC があったんですよ、はい、でその大学のミスコンは数年前に
僕の記憶が正しければ数年前に同じ大学でミスコンの MC やってたはずなんです、うんうんうん、でリハーサルとかあってその言うたら会場の MC 台のところに立った時にもうそのなんかその風景がすごい懐かしく感じて、あこの感じこの感じと思って、で楽屋帰って懐かしいなって、久しぶりなのここ来たのって言ったんですよ。ほんなら篠宮君がいや来たことないよここって言い出すんです。えと思って、いや絶対来たことあるやん、いやないよっつって、いやそれ違う大学やろみたいな、ちょっと半切れで言うてるんですよ。でまあまあそんなにまあこうその言い合うことでもないからまあまあいいかと思って、でもあまりにも俺の中で腑に落ちなかったんですよ、うん、俺絶対ここ来たことあるのにと思って、でそのなんかネットで、うん、その調べてったんですよ、うんうん、なんか記事残ってっちゃうかと、うん、ほんなら記事あったんですよ。その数年前に僕らがそこでミスコンやってるっていう記事をこいつがブログで書いてたんですよ。頭おかしくない？いやもうこいつやべえなと思って、マジでマジでやべえじゃんこいつと思って書いちゃってましたね、うん、ずかあんだけ楽屋でちょっとピリッとした感じで言ってたくせにクソやべえじゃんこいつと思って、その記憶力で結構喧嘩って結構あるじゃないですか、いやこうやったらね、まあまあそうですね、だいたい間違えてた。でもいっぺん言い出してもだね、なんか引けないですね。いやなるほど、いや記憶もそうですね、うん、僕もやったる節もありつつですけど、じゃあ次のお言葉をいただけますかね。はい、じゃあ、はい、宝くじ、宝くじ、はい、ちょっとある番組に我々ちょっと携わってる時期がありまして、はい、その番組で、視聴者に宝くじを、100枚5名様にプレゼントすると、うんうん、言うたらそのなんかこうなんですか、視聴者に、うんね、電話つなげてとかなんかやり取りしながら、うん、で年末こうやって年始、ほんなら行ったらスタッフさんがざわついてるんですよ。あれ何と思って、え高松君聞いたっつって、え何ですかっつって、その500枚の中に当たりがあったと。おおっと、マジっすか、すごいっすね、よかったっすね、プレゼントしてて喜んだんじゃないですかっつって、いくら当たったんですかっつったら10億円だったんですよ。ええー、恐ろしくない、一旦手元に10億円なんであげたんこれ。お前5億や、え10億5億や。違う違う、10億だよ、俺がまだ間違えてる。お前まだ記憶違いしてるやん。いやこれは本当に今まで宝くじで番組とかで当たった人とか見てきたけど、初めてこんなに間近に宝くじの10億円勝ちだもん。で番組としてはその10億円を返せとも言わないし、よこせとも言わないんですよ。でその人が、ね、うん、もう当たったこの番組からその10億円の宝くじ出ましたよプレゼントって言ったらいい宣伝になるわけじゃないですか。 そうですね、でその許可を取るためにプロデューサーがその人と電話したんですって、うん、ほんならもしもしっつって、あの宝くじ発表になりましたねっつって、あそうですねっつって、いや全然当たんなかったですよってまず言ったんですって向こうが、うん、ほんならプロデューサーがいやこっちで番号を控えてるんですけどって言ったら、そっから5分ぐらい沈黙がずっと続いてて、でその5分後ぐらいに、え何が言いたいんですかみたいな、この人間がこう変わる瞬間を目の当たりにしたとは言ってました。めちゃくちゃ怖かったんです。でその宝くじを買いに行ってたのが阿佐ヶ谷姉妹が並んで買いに行ってるんです。阿佐ヶ谷姉妹が買った宝くじに歌歌って念を込めるみたいなやつなんですけど、阿佐ヶ谷姉妹言うたら一回その10億円を手元に置いてるわけですよ、自分のもんじゃないにしても。だからもう朝聞いた時にうわーって言うて、いっぺん手元に置いてるわけですから、うん、もうねおい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 、ぶつかってくんなよお前。まあまあでもまあ芸人としてはね、はい、そうだなっていう、その一番身近に本当に感じたエピソードですね、これ考えると。すごいね、はい、じゃあ次のお言葉いただけますか。またじゃあ篠宮さんに、じゃあ、はい、新幹線にしましょうかね。新幹線、新幹線、はい、これはどういうあれですか。これは芸人、まあこの芸能界にいる人ですね、芸能界にいる人って結構若いじゃないですか。年相応っていうよりかは年よりも若く見える人多いじゃないですか。あ、まあ、見てると、はい、はい、その TKO の木本さんっていう方が先輩にいるんですけども、木本さんも若く見えるんですけども、同級生って言って紹介してもらったのがもうおじいちゃんみたいな感じだったんですよ。
あ、やっぱりこう芸人さんとか芸能界にいる人は若くね、なんか保つなんかあるんかな、何がちゃうんやろなって思った時に、まあいろいろ芸はあるとして、僕新幹線での移動とか飛行機の移動が多いからじゃないかなと。でこれなんでかっていうと、ね、相対性理論ってあるじゃないですか、はい、相対性理論って光の速さに近づくと時間が遅くなって、ね、時間の感じ方がちょっと遅くなる、はい、で光の速さではないにしろ新幹線とかね、その飛行機ものすごい速さで飛んでるわけですよ、はい、だから人よりもちょっとだけ時間の流れが遅いんじゃないかなと。おね、CA さんとか、はい、ね、あの新幹線の売り子の人って綺麗な人多いじゃないですか。選んでるでしょ。選んでるでしょ。選んでるでしょ。相対性理論によって。そうそう。でじゃあ新幹線の運転手さんどうやねん。あ、やらせるの。で僕ら一遍そのロケで新幹線の運転手さんに話聞きに行くっていうロケあったんですよ。ほなその新幹線の運転手さんの顔、中学生みたいな顔。まとまえるそれも。いや、なんかあるんちゃうかなと思って。なるほど、うん、いや、いいですね。若返るあれがあるのかもしれないですね、はい、一周回って若返っちゃうみたいなとこはあるのかもしれないですけど、はい、いや、そうです。僕の好きな実はショートショートにも、うん、あのまさに光に乗って、あの光、あの新幹線の光に乗って追い越すことによって若返ったというか過去の自分と出会うみたいな話が実はあって。へえ、はい、もうそうしましょう、それにしましょう。もうできちゃった、パクリ、もうすぐできた。見てる方から、はい、あのコメントで、あ、単語が、あ、単語が来て、はい、あ、メガネを入れてるのメガネを入れてほしい、メガネを入れてほしい、あ、これなかなかいいパターンですね。あ、ぜひ皆さんももし思いついたら、うん、あ、メガネ、これは、ね、あ、でもお二人とも目はどうなんですか。僕悪くてコンタクトなんですけど、僕はもう目がいいから逆に メガネに憧れちゃうタイプですよね。つけたことない。いや、まあ、だってぐらいしかないですね。白宮さん、僕メガネギャグぐらいしか持てないですね。お、俺ら中学の相方と言うけど、あの賞賛が見えないんですよ。いける？いけるんだったらそれでもいいんだったらやっていいけど。いや、そんなに擦ってないネタやから怖いかもしれない。すっごい気になりますけど、ね。メガネギャグですか？やっときなってますか？全然なくてもできるんですか？大丈夫大丈夫。バッツビーン！からのケミストリーですね。くだらない。くだらない。くだらない。いやー、惜しい。メガネね。メガネか。メガネ。じゃあ、メガネ。はい、入れましょうか。いや、すごいですね。ちょうどギャグもいただいたところで。じゃあ、どちらがでしたっけ、新幹線いただいた。じゃあ、僕ですね。じゃあ、僕はもう、これ何でもいいですよね。何でも、でもいい。好きなことでいいですもんね。はい。ゆず。おぉ。はい。あ、僕、ウィキペディアで見ました。見ました。やっぱね、今日、美術大好きなんですよ。あ、本当ですか？はい。京セラドームでコンサートやってますよ。あー、それは僕のせいでこう。いやいやいや、いけない、いけない、いけないです。京セラ、京セラも。はい。まあ、ゆずを、もう本当昔からゆずさんを好きで、で、本当に、その、ザ・漫才という大会があった時に、たまたまなんか、その、ゆずさんのやってるラジオのスタッフさんがちょっとこう、目にかけてくれて、ほんで、ゆずさんの、ラジオになんかちょっと出させてもらったりとかして。いや、そうなんですか。で、その時に、ザ・漫才の決勝で着る T シャツがあったんですけど、それ、まあ、ゆずのツアー T シャツなんですけども、うん、それに、もう、まあ、ファンなので、あんまり、まあ、ちょっとあんまり言うのもあれかなと思ったんですけど、もう最初で最後だと心に決めて、うん、すいませんと、これを決勝の舞台で着るので、背中に一発サイン入れてもらえませんかというふうに書いていただいたのが、まあまあ一応宝物です。いや、かっこいいですね。とてもいいお二人ですね。なるほど。そうなんですね。はい。じゃあ、このゆずつながりもあるんですけど、はいはい。はい、いや、ってなるほど、なるほど、だけど、はい、じゃあ、今、たくさん、名刺が揃ってきたところで、はい、じゃあそろそろですね、2番に行きたいと思うんです。あ、もう行きますか。はい、もう行っちゃいましょう。行きます。はい。で、まず何、本当そうですよね、わからないですよね。で、じゃあ改めてこの今出た中から一つ選んで、はいはい、そこから思いつくことを、左に書いていきたいと思うんですけど、はい、どうでしょうか。なんか気になる言葉、単語ってあります？もしすげえですか。特に。
薄毛。薄毛でもいいですけどね。薄毛難しいですね。なんか広がりそうだ。例えばどうしましょうね。選んでもらった方がうまいじゃあ僕が選びます。じゃあメガネにしましょう。今日せっかくいただいたんで、はい、じゃあこのメガネっていう言葉を使って、はいはい、いいですよ。じゃあメガネと聞いて、はい、また思いつくこと、言葉っていうのを、はい、またじゃあ篠宮さんからいただいてもよろしいですか。じゃあ黒縁。ああ、黒縁。ああ、いいですね。黒縁ですよね。もうこれじゃあもうポンポンじゃあ。はい、司会、司会がよくなる。いいですね。司会が、かけている。あ、いいですね。そうでしょう。司会がよくなる。よ、なんだ。あ、司会が、ごめんなさい。ああ、違う。司会が、司会がかけてるかな。確かに、弁護士のことかなと。ちょっと待ってください。自分に寄せてってませんか。大丈夫ですか。なんか、いや、こっちの言ってること、何がショートショートかみたいになってますよ。でも本当にちょっと言い訳させてもらうと、こういう実はこういう聞き間違いとかが発展したりして、いや今僕すごいほうへーと思って、さすが発想力が違うなと思って。でもこれもやってみたら、じゃあ視界が広がるって言っていいですかね。広がる、まあ、これも書いておきましょう。じゃあ、待って、篠宮さん、ね、サバエって何。あ、メガネがいっぱい作られてる。全国のシェアがほとんど。フレームを作ってるんですね。ね、サバエって、サバエ市ですかね。サバエの。じゃあ、あとじゃあ1個ずつぐらい。あれじゃないですか。はい、やっぱ女性がこうメガネを取る瞬間にキュンとするっていう。ああ、なるほど。じゃあ、取る瞬間にキュンとすると。はい、お、いいです。じゃあ、あと1個ぐらい、どうでしょう。メガネかなんですよね。はい。そんなに止まらないメガネで。いや、あるやろ、いっぱいまだまだ。メガネ、もう、いや、もうそうだよ、横山康しか出てけへん。古今東西、メガネと思うのは、ずば抜けて弱いじゃん。すぐ負けんだよ、もう。メガネ、耳にかける。まあいいですよ、大丈夫。まあいいんじゃない。耳にかける。あ、じゃあこれでいただいたんで、はい、今この1番と2番言葉が揃いましたということで、はい、まあ、何にするか、初めての方もいらっしゃると思うんで説明しますと、はい、実はですね、まあ、ここからショートショートを作っていくんですが、今日は3つのステップをまあダダダダとかけていきたいと思います。で、1つ目、不思議な言葉を作る、そして2つ目、不思議な言葉から想像を広げていく。で、3つ目、想像したことを短い物語にまとめるんですが、はい、この1つ目、不思議な言葉を作るというのに、実は今のやつを使います。で、不思議な言葉というと、例えばですね、発電に使えるタコとか、ポカポカする傘って聞いて、まあ、当然ですからありえない不思議な言葉ですよね、はい、こういう言葉をですね、実はさっきのシートを使って考えるんです。で、どうやるかっていうと、今前に出ました、これ、出たやつ、名詞を探してと、その思いつくこと、これ例にあったやつと全く同じやつが今前に出てまして、はい、実はこれを使うんですね。で、どういうことかというと、今ポンとこう見ていただくと黄色で出ました、発電に使えるタコっていう風に違うワードを抜くってことですか。そうなんです、なるほど、はい、左にあった言葉と右の言葉をランダムですね、もう適当に好きなように組み合わせていただいて、で、不思議な、ありえないっていう言葉を作っていただく。なるほど、まあ、ポカポカする傘も、まあ、一応この中に実はあって、はいはい、例えば夕焼け鏡とかでもないですよね。とか、まあ、マグマみたいな粘土でもいいんです。うん、こういうのをこの後、お二人にぜひ作っていただくっていうことを今したいと思います。はい、じゃあですね、さっきのやつに戻ってみると、今こういう言葉が、ちょっと待ってください。トシュがキュンとする薄毛って言ってるひどない、めちゃくちゃひどい話、ひどい話になってもらってまうやつ、やだよ。耳にかける薄毛。薄毛シリーズいっぱいできる。薄毛いじんじゃねえよ。こういうことなんですね、薄毛を。なるほど。ちょっと視界がかけてる薄毛もちょっとほら、いろいろほら、ほら、いろいろ想像しちゃうじゃん。ありえる世界、ありえちゃいますから、ね。黒縁薄毛。薄毛ばっかりいじんじゃないよ。うちだけ濃い。なんだろうね。脳とかね。
そうだよね。なんか熊への嫁。あ、サバエの嫁。サバエの嫁。お、サバエの嫁。黒縁の脳。黒縁の脳。あとじゃあ一個か二個ぐらい。どうでしょう。なんだろう、視界が広がる。視界が広がる。視界が広がる。あ、視界が広がる記憶。おお。なんかね。視界が広がる記憶。じゃああと一個ぐらいいただけましょうか。どうでしょう、うん、ありえないっていう、ありえないですね、なんでしょうね、どれでもいいですよ、何でもいけますから、何でもいけるでしょ、うん、どうでしょうか、うん、どうですか、どうでしょうかショートショートや言うてんの、サバエ、サバエやな、サバエ好きですね、サバエ好きですね、サバエの、サバエの新幹線、あ、サバエの新幹線、あ、いいですね、じゃあ、今サバエってど何県ですか、福井、福井、そうですよね、多分 ここにピンとこないと、あれで福井県 あのサバエ市、サバエ市ね、で、はい、メガネのフレームの生産がすごく有名だというところです、はい、じゃあ今できましたんで、この不思議な言葉から今日はですね、いっぱい出たんですけど一つ選んで、ここから広げていきたいんですが、ここはせっかくなのでお客さんに、拍手をして、これで書いてほしいというところでいいですか、拍手をしていただきたいと思います。今じゃあ撮る瞬間にキュンとする薄毛サバエの嫁、黒縁の脳、視界が広がる、記憶で、それからサバエの新幹線、いいですか、じゃあ今から読み上げますんで拍手をしてください。撮る瞬間にキュンとする薄毛。おでもありますね。作る側の気持ちになるね。めちゃめちゃ売りかもしれんけど。じゃあサバエの嫁。黒縁の脳。これもいいですね。視界が広がる記憶。サバエの新幹線。おこれ薄毛か脳ですかね薄毛か脳で迷いますね、薄毛か脳でね、今一度決済取りましょうか、はい、薄毛か脳どっちか、じゃあ薄毛取る瞬間にキュッとする薄毛、じゃあ黒縁の脳こっちでいきましょう、黒縁の脳すごい黒縁の脳、いやじゃあこっからですね、数じゃなかったな今8強さやからでも黒縁の脳やからそうですね、じゃあここからあの今日いつもはこうフレームをに当てはめながら広げていくんですけど、今日はフリーフォーマットで、広げていきたいと思います、黒縁の脳、じゃあですね、黒縁の脳めっちゃかっこいいっていうことで、どういうものなのかどう思います、いやだからその脳みそが黒縁で囲まれてる感じのイメージさ、脳のね具体的な、なるほど、ってなるとってなると、まあ、囲まれ黒縁で囲まれてるとなると、もしかしたらですよ、その記憶力がなくなることがないんじゃないかとか、外に漏れないというか、あ、なるほど、うん、あ、そう、なるほど、いいですね、それこそあれですよね、脳みそって普段頭蓋骨に白ですからね、はいはい、それが黒に、黒だからレントゲンとか撮ったそう、おお、黒風になる、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか、レントゲンで撮った黒、ああなるほどなるほど、あ、いいです、そこ全然散らばって散らばってもいいんで、どんどんどうでしょうか、シワにシワに黒縁をこうつけていくみたいな感じじゃないですかどういうことですか、脳みそのシワあるじゃないですか、はい、そこのこうシワに合わせてね黒縁をこう、はい、シワが消えないように、なるほど、シワが消えない、プロテクターじゃないですか、に黒縁を、黒縁で囲ってる、あ、囲ってプロテクターのようにする、シワってあればあればなんかいいんですね、あればあるあるほど賢いって言いますかね、とか聞きますけどね、まあ、もしかしたら強制的にこの黒縁をかけるとシワにの形になるのかもしれない、ね、あ、なるほど、もしかしたら、うん、シワをつけるためのシワをつけるためですね、あ、かもしれないですね、ちょっとこう、うん、キュッと伸縮性のある、うん、
なんかね、ボンレスハムじゃないですけど、チャーシュー作る時みたいな感じで、それこそサバエで作ってる。あ、伸縮性のある素材で、なるほど、いいですね、賢くなる。見てる方から逆に記憶を取り込めなさそう。あ、なるほど。ってなるとどっかのタイミングで最初薄いんですかね、色がね。若いうちは。だんだんこうやっぱ成長してるとほらね、やっぱお年寄りとかも、はい、その最近の記憶よりも昔のことばっかり喋るみたいなことがあるぐらいなので、はい、だから若いうちは薄いけど、だんだん年いけばいくほど黒く濃く、その、うん、言うたら黒縁になってって、うん、新しいものが取り込めずに、その昔の記憶だけが残るみたいな感じの風になっていくというか。なるほど、うん、あ、いいですね。分かる。なんだろうね、病名なのかな。おお、なるほどね。そのなるほど、いいですね。なんか正式名じゃないですよ。医者同士がそれ言い合うみたいな。はいはい、黒縁どうなってるよみたいな。おお、面白い。あ、なるほど、めちゃくちゃ新しいですね。お前ですか。面白い。お前小説家なんだよ。俺必死に必死に伸びて動かしてるのに今。ふざけんなよお前。篠宮さんも黒縁で囲われちゃってるじゃないですか。もう入れなくなってる。入らなくなってるやつが。あ、でもその路線いいですね。医者なんか医者の人がなんかこうなんか隠語じゃないですけども、もう使ってるみたいな言葉で。ああ、なるほど。だからそうなってくると。黒縁があるぐらいだったら、なんか赤縁とか白縁とか、あ、なんかこの色でなんかこう長縁。なんでファンじゃねえか。長縁のファンだよ。なんかまあインゴね、インゴでなんかね、はい、他の、うん、そういう何種類かパターンかがあるんじゃないかな。ああ、いいですね。なるほど。ちなみに赤縁とか白縁だったらどういう症状が出そうですかね。どうだろうな、赤縁のの、うん、赤い縁だから、うん、やっぱでもそのやばいですよね、赤となると。やっぱ血っぽく感じますもんね。やっぱ血がちょっとこう行き過ぎてるというか、血気盛んな。ああ、なるほど。ああ、それはあるかもしれないですね、確かに。白縁が多分だから子供の頃、うんうんうん、まだまだ若い。なるほど。あれなんですよ、ちょっとこれハゲの話になっちゃうんですけど、頭皮って、うん、あのね、青い方が健康なんですって。あ、というのも野球少年がぼーっとしてる青いでしょ。知ってると青いですよ。あれが一番頭皮が健康的な状態なんですって。でそっから次白になるんですって。で一番肌 の、 あの健康状態良くないのが肌色なんですよ。だからスキンヘッドの人って肌色じゃないですか、頭の色、はい、っていうような感覚で、その色によってこの健康状態が変わるみたいな。なるほど、うん、なるほど。あ、記憶力、うん、そうですね。なるほどなるほど。いや、いいですね、いいですね。だから本当に医者が、まあ、ある、もしくは施設、うん、病院なのかで、うん、あの、いや今の患者さんはあの黒縁の人ですみたいなことを医者同士で、うん、まあ、またかとか言って最近増えてんだよとかいう話をしてるんですかね。そうですね。だからまあまあそうですね。基本はやっぱそのお年寄りがなるようなのが黒縁の脳なんでしょうが、たまにやっぱりこう突発的に若い人も、はい、あれこの若いの本性も黒縁の脳になってるよみたいな。おお、なるほど。ってなるとちょっと問題がやっぱ新しい記憶が取り込めなくなっちゃう。あ、なるほど。どうしましょうね、そうすると。どうなります、若い人がかかってしまって黒縁になったらどんなことになりますか。となると、まあ、新しい記憶が入ってこないってことは、まあ、20歳ぐらいでなってたとして、ほんならもうずっとこう高校生ぐらいとか中学生ぐらい、うん、ないし小学生ぐらいの、うん、思い出しかもう取り込めなくなっていくという。切ないですね。切ない。切ない。何も覚えれない。
おー、切ないですね。これ切ない話でいい？いや、いいです、いいですよ。あ、全然、あの、時には。覚えようと一生懸命、寝る前に、ブツブツしてる。寝ちゃって。寝の話だよ。レントゲン撮ってみよう、白縁になったんやないねん、それ。これ、黒縁になったら治らないんですかね。治す方法は。治す方法ね。どうです？いや、見つかってないのでもいいです。うん、し、何かすれば、改善の余地があるとかってあります？そうですね、直す方法ですもんね、うん、黒縁の脳、黒縁の脳って何？そもそもあれですよ、例えば曲がったメガネの黒縁だったら、はい、お湯につけたら戻るじゃないですか、うん、ああなるほどね、もしかしたら温めて、あ、ちょっとふやかして、ふやかしたらなんかこうピリピリピリっとうまいことこう剥がせたりとか、はい、なるかもしれないですね。大手術ですもんね。でもお湯、お湯にこう突っ込むだけでもしかして。ああ、なるほどね。はい、ポップにね。ポップに。ああ、なるほど。ポップにお湯に。ああ、なるほどね。たら戻る可能性がある。はいはい、ちょいやつめね。ちょいやつめ。ちょいやつ、あ、そうですね。ちょいやつめ。ちょいやつめ。ちょいやつめ。あ、いいですね。いいですね。なるほど。あれですね、だから温泉には老人が多いんですかね。そうですね、だからそうなってきますよね。みんなで頭溶かそうとしてる。頭溶かすって何よくないまあでもそうですよね、はい、でもやっぱそのあれ、もう固まってますから、お年寄りはね、なかなかやっぱ溶かすには多分難しい。ああ、なるほど。なんですか？僕は音だけですけど。お、どうですか、どうですか。天国で死んだ後、神様が脳を調べると、うん、黒かったり赤かったり。ああ、なるほどね。なるほど。赤かったり、赤かったり。大丈夫。なるほど。あ、ごめんごめん。あの、一人ごと言うたらもう一人で前に話してる。聞こえるように言うやつ。なるほど。神様がこうパカッと見てくれるってことですね、うん。あれはどうですか？あの、偉人の、はい、脳みそを黒縁でかたどってるみたいな、でそれをこう自分の脳につけると、あ、なるほど、偉人の脳みそになる。脳みそになる。お、面白い。めっちゃいいじゃないですか。ね、あ、僕の消していいんですか？いや、いいですね、いいですね。テスマにラジバンダイだけしてるから、ね、それ僕が消してない。人の脳みそもらえるってことね。それ面白いですね。もう直で触れるわけだからね、黒縁だから。いきましょう。シワにこう流し込むみたいな。はいはいはい。小説書けるんじゃ。おっしー、いけます。これもうあと半歩ぐらいで。わ、これいけんじゃない。本当にどういう偉人にします、例えば。だからみんな欲しがってるのはやっぱりエジソンとかね、アインシュタインの脳みそですけど、別にその偉人だけじゃないみたいなね。ちょっとこれなんかだんだんちょっとゴムゴムの実みたいな、それぞれの取り合いになりますよ。だって一個しかないから。そうなると、あ、でも量産体制に入れるのはどうです？あ、なるほど。あ、そんな、何、そんなホットメガネ感覚でいいんです、いいんです。あ、なるほど。サバイが乗り出したんです、多分。あ、それいいじゃん。サバイがもうガンガン作り始めた。サバイがあの独自の技術、黒縁のエジソンモデル。そうですね。いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。あ、いいじゃないですか、エジソンモデルで。あれですよね、さっきあの一瞬何か言いかけられたの、他のもあるんですか？じゃ、偉人じゃないタイプもあるんですか？とか、まああれですかね、あの、まあ、自分のおじいちゃんなのか、先祖なのか。あ、なるほど。はい、うん、とかですかね。あ、じゃあ僕いい話思いついちゃったね。本当に？いや、どうしよう。いや、いいんですか？いや、でもだからあれですよ。そうか、でも外人変わるわけじゃないですもんね。だってモテない男がモテる、多分なんかアイドルとかかっこいい人の脳を入れたとて、はい、その人の脳にはなるけど外見は変わらないわけですもんね。そうですね。だから自分に合った脳を入れることがいいですよね、うん、そうですね。あ、多分記憶とか、はい、さっきの頭の回転率とか記憶とかがその黒縁によって多分、はい、あの得られるじゃないですか、はい、でそれでエジソン型のやつとかアインシュタイン型でこう世に天才が続出する。出てくるよ、出てくる。でそんな中で見てる人から、はい、脳のオークションとかあったら怖いな。ああ、脳のオークション、これもうサバイ量産できたやつをします。
レアレアな脳みそがあるってこと。そうですね、あるかもしれません。脳をだからあれですよね、あの型にして量産するやつも出てくるかもしれんし、はい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 、自分の脳を例えばメルカリとかで売り出せるあれ僕こういう脳みそですよ、そういうのに制約で可能性としてはね、あなるほど、今っぽさで言うとそうですよね。なるほど。ちょっと泣ける感じで言うとあるじゃないですか、余命、はい、何ヶ月の人の脳をもう固めといて、死んだ後にそれつけたら、あこの人はどういうことを思ってたのかなみたいな、最後見えるみたいな。いいですね、はい、あの僕はあのさっき思ってたの、先祖の記憶っていうのが、例えば亡くなった父親の記憶とかが蘇ればいいなと思って、量産モデルがオーダーメイドもできるようになって、自分 の, こうあの亡くなった父の、まあ、頑固者だったあのなんです、折り合いが悪かった父の脳みそを、うんまあ、ちょっと興味本位で、まあ、半分バカにしつつやったら、すごい自分の思い出で溢れていく、うん、いえ自分が実際この映像がこう目をつぶれば出てくる、出てしまったっていうのを綺麗な落ち、落ちっていうか綺麗な仕掛けですね。あんな頑固だったのに俺が生まれた時はこんなに喜んでたのかよみたいな、自分で言っ てちょっとすいません、いい話と思っちゃった、これ いや、いい話、いい話しましょうよ。それいきますかね、はい、それいいじゃないですか、それでいい話だと思う。あのオークション面白いんですけどね、はい、じゃあこれ、いやだからあのこれあれなんです、毎回このいろんな今アイデアが出たんですけど、はい、それこそあのいろんな分岐点があると思うんです、うん、で今からやるのはこれ一つのこう答えではないんです、片一つのやり方であって、まとめ方であって、多分皆さんはわ自分だったらああするのにって多分皆さん思ってると思います。それで OK ですから、うん、あのそう思いつつ、もう企みつつ妄想しつつ、ぜひちょっとこの後のまとめるパートにあの付き合ってみてください。自分だったらああするのになるか、でお二人も今から僕バーッと打っていくんですけど、あの何か途中でこれ差し込みたいとか、あの思いついたりしたらどんどん横で言ってください。で多分、うん、あれですね、偉人、まさにこれですよね、偉人の脳みそを、黒縁、偉人の脳みそを、元にした、黒縁、何でしょうね、した脳にかぶせる黒縁眼鏡じゃない、なんていうんですかね、名前つけて、黒なんとかが開発されたにしたいな。あれ、なんですか樹脂的なことですか。ああ、はいはいはい。あ、そうですね。黒縁ヘルメットみたいなことなんですかね。黒縁頭蓋骨。うん、水縁。脳がね。脳。黒縁脳メガネ。脳メガネ。あ、いいですね。おお。なるほど。あ、いいですね。脳メガネ。あ、脳メガネっていいですね。偉人の脳みそを元にした脳にかぶせる黒縁脳メガネが、開発された、これは、簡単な、ここシリアスにしないようにしましょう、はい、これは簡単な手術によって、あこれをか、まあこの、黒縁脳メガネ簡単な手術によって、脳みそに、かぶせることで、シワの形が、その維持、のものに見始めて、その人の、脳みその、すごい小説書いてる。あ、いいですよ、何かあれば。はい、字を大きくしよう。何時もずっとやってんだろうと思うんですけど、ね。字を大きくしますね。ちょっとください。脳みそを元にした脳にかぶせる。黒縁の眼鏡が開発された。この黒縁の眼鏡の簡単手術を皆さんかぶせることで、シワの形が、その、あ、自分、脳の、シワの形が、その偉人のものに始めて、やがてその人の、その偉人の、記憶や、何でしょうね、頭の記憶や、スペックにしましょうか、スペックを、
再現、得できるように、なる、という、これに、なるという、例えば、これですね、エジソンの脳みそを、元にした、エジソンモデルの、脳メガネ、メガネや、アインシュタインを元にした、アインシュタインモデル、の脳メガネのものなど、が、あった。で、最初のうちは、少数限定生産だったが、量産、メガネ、ちょっと安くなったでしょ、値段もちょっとぐっと下がったでしょ、ね、量産になったってことはね。そうですね、そうですね、そうですね、少数限定生産だったが、メガネのメガネ開発のノウハウを持った鯖江市の によって全面協力、あ、いいですね、いいですね、の全面協力によって、ついに量産化体制が整い、世の中に広く普及した、市民、学校などでも、推奨され世の中、世間は天才たちの脳を、持った、人々で溢れ返り、いろいろな課題が次々に解決されていったと。で、すげえな。そのすげえな本当に。ここの直すとか言うとこがない。いやいいんですよ。いや全然なんか思いついたらなんか言ってください。でここからこれあれにつなげようと思ってそのオーダーメイドにつなげたいなって今思ってやってるんですけど、はい、で、まあ、これはこれでいいんですよね。一個できてて、はい、で、設定ですもんね。そうですね。はい、いろいろもっと人があふれ返りいろいろな課題が次々に解決されていった。そんな中。あれです。そんな中、逆に、何でもない個人の脳の型に注目する動きが、出始めて、特定の誰かの、脳をオーダー脳の、誰かの脳を元にした黒縁のメガネがオーダーメイドで作れるようになったと。で、すげえ、世にも奇妙で出てきておかしくないもんね。話がね、なんかね、そうですね、やりすぎておかしくなっちゃうみたいな、ね、そうですね、自分の脳がもう取り戻せなくなっちゃうみたいな。ああ、それそういう展開も面白いですね。いや、面白いですね。そういう展開もあるんですね。今もいろんな向き点がありますけど、で、で誰かのオーダーメイドで作れるようになった。はい、まあ、急に僕言いますかね。僕も、この、新製品の発表を受けて僕が、脳メガネの、オーダーをしようと思ったのは、親父の死んだ親父の脳、だ、この新製品を受けて僕が脳メガネの僕が僕
はどうしても作りたかったのは、あ、どうしても作りたかったか、僕はどうしても作りたかったのは死んだ父の、ああ、なるほど、いいですね、うん、僕も大ダメだ、僕が作りたかったのは死んだ父の脳みそだった、うん、ある人の脳メガネを、作ろうと思った、どうしても作りたかったのがは、死んだ父の脳メガネだ、小さい頃から、話すわ最頃から、父に、父との関係はあまりうまくいっていなかった、いつも、喧嘩ばかりしていたし、大きくなってからは、ろくに口も聞いていなかった、だからこそ、父が急病で亡くなった時に、深い悲しみに陥ることもなかったのだけれど、自分も、父親に、なったこともあって、昔の父は自分も子供が生まれ父親になったこともあって昔の父はどんなことを考えていたのだろうかと、興味が湧いてきたのだった、そして届いた、そして数ヶ月後に届いた脳メガネ、あと数ヶ月後に出来上がった、父の脳メガネを僕は、手術で取り付けた、手術が終わって目が覚めて、しばらく、すると、父の、当時の記憶が、らしきものがぼんやりと少しずつ浮かび上がってきた、うん、あれですね、でもう一気にたがんじゃいましょうかね、はい、で、終わって目が覚めてしばらくすると父の当時の記憶らしく少しずつ浮かび上がってきた、僕は、最初僕は全く、理解することができなかった。最初僕は、頭の中に浮かんでくるその記憶が全く理解できなかった。なぜなら、想像とあまりにかけ離れたものだったからだ、父の、脳に刻まれていた記憶は、小さい頃の僕と、楽しく遊んでいた、記憶、そして、温かく自分の成長を見守ってくれていたという記憶。終わり。どうですか。いや、いいじゃないですか。しんみりになっちゃいますけど、でも、はい、まあそういうのもね、はい。そうですね。じゃあちょっとこれを朗読して改めて、はい、ちょっと即興なんで荒いとこもあるんですけど、はい、今日は笑いよりもちょっとしんみりしちゃいましたけど。タイトルどうしよう。ノーメガネにします。黒縁のメガネ。いきます。じゃあ、黒縁のメガネ、はい、偉人の脳みそを元にした脳にかぶせる黒縁のメガネが開発された。この黒縁のメガネを簡単な手術によって脳みそにかぶせることで、
脳のシワの形がその偉人のものに似始めて、やがてその偉人の記憶やスペックを得得できるようになるという、例えばエジソンの脳みそを元にしたエジソンモデルの脳メガネや、アインシュタインを元にしたアインシュタインモデルのものなどがあった。最初のうちは少数限定生産だったが、メガネ開発のノウハウを持った鯖氏の全面協力によって、ついに量産化体制が整い、世の中に広く普及した。学校などでも推奨され、世間は天才たちの脳を持った人々であふれかえり、いろいろな課題が次々に解決されていった。そんな中、逆に何でもない個人の脳の方に注目する動きが出始めて、特定の誰かの脳を元にした黒縁脳メガネがオーダーメイドで作れるようになった。この新製品の発表を受けて、僕もオーダーメイドである人の脳メガネを作ろうと思った。どうしても作りたかったのは死んだ父の脳メガネだ。実は小さい頃から父との関係はあまりうまくいっていなかった。いつも喧嘩ばかりしていたし、大きくなってからはろくに口も聞いていなかった。だからこそ父が急病で亡くなった時に深い悲しみに陥ることもなかったのだけれど、自分も子供が生まれ父親になったこともあって、昔の父はどんなことを考えていたのだろうかと興味が湧いてきたのだった。そして数ヶ月後に出来上がった父の脳メガネを僕は手術で取り付けた。手術が終わって目が覚めてしばらくすると、父の当時の記憶らしきものがぼんやりと少しずつ浮かび上がってきた。最初僕は頭の中に浮かんでくるその記憶が全く理解できなかった。なぜなら想像とあまりにかけ離れたものだったからだ。父の記憶脳に刻まれていた記憶は、小さい頃の僕と楽しく遊んでいた記憶、そして温かく自分の成長を見守ってくれていたという記憶。はい。できた。できた、よかった。落ち着けなくなっちゃいますけどね。そうですね。いや、わかります。ね、いや、うちもだってもいいと思います。ね、だから、もうちょっと尖らせて、同じ流れでも尖らせることで、同じ流れでももうちょっとインパクトのあるバンッとすることもできますし、今回は最後記憶って言って、簡素に淡泊にあえてポンポンと置くことによって印象を持たせてみたっていうことをちょっと僕がやってみて、そういうテクニックはちょっとテクニックでポンポンってあえて淡泊にすることによって余韻をみたいなことをちょっとやってみました。すごい。どうできました。はい。どうでしょう。こう感想というか今日の感想は、はい、いや、これは本当にいいですよね。薄毛でキャッキャ言うてたのはるかもしれない全然テイスト全然違うから。いや、僕もこうなるとは全く思ってなかったです。そうなんですよね、なんかお笑い芸人読んでこの感じでいいのかっていう、ごめんなさい、逆にありますけどもね。いやいや、僕らは全然いいんですけども、まあまあこういうパターンもね、で、 ね、できたらっていうのは良かったかなと思います、はいはい、これまではなかったパターンです。この本当に感動パターンね、感動パターンっていうのはなかったパターンですから、はい、いや、すごく僕自身もなんか良かったです。いいですね、いい回。でもこれもやっぱりサバエとか、はい、やっぱ途中でそのシワを矯正するみたいなアイデアから全部生まれているんで、はい、僕が書いたのは僕がこうバーッと書きましたけど、出てきたものをつなげただけなんですよ ね、 なるほどね。だから誰でもできますし、はい、逆にこう皆さんでこう妄想が多分膨らんだと思う、まさにこうしたかったみたいな方はぜひですね、自分で書いてブログなり SNS で今できますから、投稿してください。ぜひ、もう自分はこうしましたっていう投稿していただいて、はい、ぜひですね、ハッシュタグ、例えばツイッターでですね、ハッシュタグを、つけてつぶやいて、いただいたりすると、僕もとか僕に当てたり、こうお二人に、当てて、こう書きましたみたいなことを言ってくれたら、僕らも可能な限り、まあ、見てみますしね、はい、多分そこから生まれるなんか新しいアイデアとか物語、もしくはもう新しい作家さんも生まれちゃうかもしれませんので、すごいな。いや、ぜひですね、ハッシュタグ、ツイッター、ショート即興ショーの、S が4つということで、はいはい、SSSS っていうことでつけてもらえれば、我々も拾えますんで、ぜひ、つぶやいてほしいなと思います。はい、お二人から何か、はい、告知があれば。8月なんですけども、8月の5、6に、単独ライブを新宿カブバというところでやりますので、よかったら、来てください。今日の小説みたいな本当に泣けるのネタばっかりやりますので、よかったらお願いします。
感動です。お願いします。で、あのショートショート即興ショー、次回はですね6月24日、土曜日、同じく9時半から、まだゲスト未定なんですがやる予定ですので、ぜひ次回も、お越しいただきたいですし、ご覧になっていただきたいなと思います。はいはい、あ、はい、写真撮るのは、はい、今、はい、で写真撮りたい、はい、なんか新しいの、はい、なんか新しいの、はい、ありがとうございます。もう慣れない、黒縁のメガネ。こっちお願いします。あ、イエーイ。いや、でもそれいいですね、ちょっとやりますよ、黒縁のメガネ。タマロさんめっちゃゲラすね。え、なんですか、すごい笑い上、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 すいません、うるさいぐらい。いや、もうこれも放送されてるんですか今。恥ずかしい。OK ですか、はい。じゃあこれ改めて、はい、これでよろしいですかね。はい、はい、あ、すげえ、いや、完成しました、ありがとうございました、面白かったです、皆さんも本当に温かいあのメッセージをいただいてありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあ、これにてショートショート即興ショー第3回、まあ、無事に終わりました、本当にありがとうございました。